けると思うのかね。だから軍事裁判にかける。軍事行動に伴うこの件だけなら私たちのフィールドで裁けるからね。ん？正統王国軍だけではなく多国籍軍にまで通信を放ったのは間違いでしたね。情報同盟をはじめとした諸国が今回の作戦行動について説明を求めてきています。言っただろう、オブジェクトを制する者こそが世界の勝者だと。変更で車線が歪められているだけだ。レーザーは直進してる。パターンは分かったからデータを送る。大丈夫、お姫様ならできる。この子は旧世代かもしれないけど実戦経験ならこっちが上。ユルザクとジャベリン撃破されました。エリートの脱出を確認。バカな、たかが第一世代。だから言ったろ、俺たちが 0.5 世代に負けたらあんたの天下、俺らが勝ったらてめえは終わりだってな。軍にも私の協力者はいる。後悔するぞ。しない。世界が力の強い方が必ず勝って、数字の多い方が常に優れているというなら、そんな世界クソくらいだ。相棒の言う通りだ。さあ一緒に来てもらうぜ。お疲れ、お姫様。ねえクエイサー、